こんにちは、まさです。今日は21日の水曜日なんですけど、金価格が前日比200円下がりました。この日に田中貴金属に行って、純金積み立てのプラチナを引き出してきました。金価格が200円下がったんで、すごく混んでいるかなって思ったんですけど、ガラガラでした。なんでかなって思ったんですけど、 おそらくこれです。今年の10月3日から地金とコインの購入方法が変わったんです。購入金額が100万円を超える場合、受付は13時までなんです。私は3時半に行ったんです。ですから、ピークが過ぎていた可能性があります。もしくは、電話注文で買っているかもしれません。そして、この後、 おかち町の日本マテリアルに行ってプラチナを買おうと思ったんですけど身分証明書を忘れちゃったんですですから買えませんでした200万以下だったら身分証明書がなくても買えると思ったんですけどダメでしたもうしょうがないから帰りに上野のアメ横行って帰ってきましたすごくびっくりしたんですけど中国系のお店が多かったです 飲食店はほとんど中国系でした。飲食店だけではなく小さいお店も中国系が多かったです。アメ横全体で50%ぐらいが外国系なのかなって思いました。日本という感じがしませんでした。10年、20年後には日本全体がこんな感じになっていくんかなって思っちゃいました。では以上です。ご視聴。 ありがとうございました。